地与の広大人氏は、鹿児島県大島郡世論町出身で、九十部屋所属の現役大相撲力士。本名は、元大人氏。身長179センチメートル、体重153キログラム、血液型は A 型。特異種は、右四つ、より、釣り。好物は、アイスクリームとマカロニサラダ。産後省に囲まれた、世論島出身だが、 魚介類が苦手。最高位は、西全島14枚目。与論島出身で、小学校と中学校は、地元与論町の学校に通っていた。与論島は、相撲が盛んな地として知られ、各小学校に土俵があり、校内相撲大会も行われている。与論町立茶花小学校時代には、校内相撲大会を6年連続で優勝した。 高校は沖縄県立中部の王林高校に通い、相撲部に所属した。2年生になってからは、相撲部の1年後輩の男子に勧められ、卒業までの2年間はその男子の実家で下宿生活を送るようになった。下宿先の夫妻からは好物をしばしば振る舞われていたという。高校卒業後は九十部屋の誘いを受けて入門し、2010年3月場所に、 初土俵を踏んだ。この時の四込は本名と同じ元だった。入門の同期は親孝行が主体というものであった。初土俵場所は前相撲を2連勝で一番出世。その後は序の口を1場所、序2段を3場所で順調に通過し、初めて3段目に上がった2011年1月場所から四込を中央に改めた。その場所こそ負け越したが、 その後に場所続けて6勝1敗の好成績を挙げて、同年9月場所から幕下の土俵を務めている。2012年1月場所は土つかずの4連勝と絶好調であったが、5番相撲で、それまで本割では負け知らずの25連勝であった佐久間山に負け、佐久間山に史上1位体となる、初土俵からの26連勝を記録される。 一方の千代王はその後も2連敗を喫してしまい、最終的には4勝3敗であった。しかし、この勝ち越しから好調が始まることとなり、勝ち越しが続いて、同年、7月場所で幕下15枚目以内の地位に初勝格。11月場所は負け越したが、西種幕下5枚目で5勝2敗とした2013年、3月場所後には、 与論島からは初めてとなる関取への昇進が決定した。新十両として迎えた翌、5月場所では7勝8敗の負け越しを喫して1場所で関取の地位を明け渡したが、翌、7月場所では5番相撲で不戦勝に恵まれる幸運もあって4勝3敗の勝ち越しを果たし、9月場所は自身最高一体の東十両14枚目に復帰して十両で、 初めての勝ち越しを果たした。翌、11月場所は番付運に恵まれ5枚半上昇の西十量8枚目に昇進し、自己最高位を更新する。その次の11月場所では、同じ重量で13勝して優勝を果たした、千代取りや11勝した兄の千代丸と被験する10勝の好成績を残し、2014年1月場所は、 自己最高位を大きく更新した西重両2枚目の地位を与えられた。しかし、この場所は直前の稽古総研で腰を痛めた影響で、得意の釣りを自粛せざるを得なかったことからいいように、寄り切られる場面が目立ち、10日目に負け越しが確定してしまい5勝10敗の不振に甘んじた。同年、9月場所は9勝6敗の勝ち越しを収め、翌、11月場所は、 運よく、番付が6枚上昇して、西重量2枚目まで最高位を更新したが、この場所は怪我で8日目から、途中休場した。その後は番付が重量中位から位を推移していたが、2016年、9月場所は11日目に勝ち越しを決めるなど、好調であり、最終的に10勝5敗と、自身2度目の重量での2桁白星となった。 10月8日の秋巡業埼玉場所では、幕下と20番取って11勝に終わり、3連勝するのが、やっとなど、巡業では不調であったが、直後の11月場所では、自己最高位に並ぶ3回目の西十両2枚目。先週楽の小柳との取り組みで勝って、小柳の優勝の可能性を消滅させた。場所は8勝7敗と勝ち越し、この勝ち越しによって千葉は、 新入幕を確実なものにした。これに関して本人は、幕内は上手い人がたくさんいる。悪いところを見直して頑張りたいと思いますと、大舞台での活躍を期した。高校時代に、治療を指導した沖縄県相撲連盟の木崎、智久副理事長は、ここまで我慢して戦い続けてきたと、相手市を称えた。2017年1月場所は中日まで2勝6敗と、 苦戦したが、そこから14日目まで5勝1敗と巻き返す。惜しくも、千秋楽で、北斗富士に負けて7勝8敗と負け越したものの、健闘した。勝ち越しは逃したものの場所後の2月18日に、都内のホテルで行われた自身と千代昌馬の幕内、昇進祝賀会では、部屋の中で優勝なしで幕内に上がったのは、自分だけ。主勲賞、関東賞、 技能書をいち早く掴んでいきますと、続く3月場所に向けて力強く話した。1月場所は負け越したものの、番付据置きの東前頭15枚目で3月場所を迎えた。しかし、怪我により11日目から途中休場するなどわずか3章に止まり、重量陥落となった。5月場所は東重量6枚の地位を与えられ、8章7敗。 7月場所は、やや幸運で2枚半上昇の西十両3枚目。6日の横浜場所の朝稽古では11番申し合いを行った。迎えた7月場所は4勝11敗と大敗し、翌、9月場所は十両の2桁台まで番付を下げた。この場所から、彦名を、千代大,大人氏から千代の広大臣に改め、8勝7敗と、勝ち越し。 翌、11月場所も発勝で勝ち越した。2018年1月場所は、初日から7連勝を、果たして優勝争いの先頭を走っていたが、8日目からの重量上位勢との取り組みで6連敗と一気に調子を崩した。14日目に何とか勝ち越しを決めたものの、結局発勝と一つの勝ち越しに止まった。それでも校長時の強さは光るものがあり、 2018年、3月場所前の記事では、腰痛さえ言えれば、すぐにでも幕内だと評された。7月場所は10日目に7勝目を挙げるなど中盤まで、勢いがあったが11日目から休勤相撲を3、連敗するなど失速。残りはすべて勝ったが、この場所は9勝6敗。9月場所は、場所前に腰痛が発症した影響で振るわず、12日目に、 負け越しが確定。結局、この場所を6勝9敗で終えた。西重量9枚目で迎えた11月場所は腰を痛めた影響もあって、全く振るわず、自己ワーストの13敗を喫して32場所連続で守ってきた関取の地位を手放すことになった。2019年1月場所は、東幕下5枚目の地位で臨んだが、 この場所も本来の相撲からは遠く一番相撲から連敗。三番相撲からは休場となった。七月場所は、二種幕下四十一枚目の地位で七戦全勝の幕下優勝。優勝の際に、師匠から、関取復帰に自信がついただろう、全勝優勝。怪我が治り、気力も充実。当たり前と言いたいが、よく頑張った。とねぎらわれ、 先週楽打ち上げパーティーでは、ホテルヒルトン名古屋の総支配人フィリックスブッシュより、サプライズで、ケーキのプレゼントをされた。9月場所は、2種目下2枚目まで番付を回復し、この場所の5番相撲で勝って3勝2敗と、関取復帰に大手をかけたが、残りを2連敗して3勝4敗と負け越した。11月場所は、東幕下5枚目と勝ち越せば、 番付運次第で、関取復帰も狙える地位であったが、2勝5敗と、またしても勝ち越しを逃した。2020年3月場所、東幕下4枚目で5勝2敗とし、9場所ぶりの重量復帰が決定した。2021年1月場所は、場所直前に同部屋の力士に、新型コロナウイルス感染が確認されたことに伴い、濃厚接触者に該当する、 可能性があるとして、同場所を全休した。翌3月場所の番付は、事情が考慮されて、全休ながら1枚効果に止まった。同年5月場所は西重量筆頭の番付で、千秋楽に敗れて重量優勝は逃したが、11勝4敗の好成績で取り終えた。翌7月場所は、史上5位のスロー記録となる、25場所ぶりの幕内復帰となった。 基本的に右四つ、よりを得意としており、鳥居的時代から釣りの技術も評価されており、次第に現役の中でも釣りの名手として名前が上がるようになった。2013年9月場所中のドスコイ FM では双子山が力士の大型化が進む中、釣りを得意とする力士は他にいない。潮はその点で魅力的な力士と位置づけていた。 11月場所2日目には解説を務めていた当時の岩友親方が釣りについて言及しその技術を生かして体重2 1 5ラムの特進法を寄り切った相撲は岩友から相当驚いたと絶賛された副次的に突き押しも使用する新入幕を果たした頃には右四つから強く当たって攻める相撲にも注目が集まった 2017年3月場所前の座談会では、雷から、やっぱり、この力士もご手に回ることが多いですね。立ち合いで先手を取って、右四つに組み止めて、前に出る相撲が増えれば、番付も上がっていくと思いますと話しており、竹縄も、組んだら強いけど、幕内の力士は、当たりも強くて、圧力もあるし、 なかなか思い通りには取らせてもらえないでしょうからねと付け加えている。かつては肩太りの体を生かした力相撲が持ち味であったが力任せな取り口が災いして下半身を負傷し一時期ばっかでの低迷を余儀なくされた。2020年に関取に復帰して以降は右四つ左上手という自分の肩を身につけたことで以前よりは安定感が出てきた。 2022年1月場所終了現在、ありがとうございます。